Who are you? A foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Dawn is breaking. Come. So神の侍？妖怪より珍しいわね。三成殿も人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば物のわからぬ大名どもに今一度義を解こう。おのれ！Hey, what the hell are you doing? 貴様、何者じゃ！共に打ち果たしてくれ。なぜ来おった？ノーアンジーよ。鬼を斬るその力、何のために使う？
てくるのかなと思ったんだけど入れてこないんで、なかなか男だなと思って、あの楽しみに今日は私もしてますので、はい、このプレーを。プレーですね、本当に、はいはい、さあスタートしましたが、でこれが初公開のステージで本能寺になります、はい、で、まあ、本能寺って言いますと皆さんやっぱりですね、あの信長の最後のあの、はい、燃えてる本能寺、そうですね、イメージが強いと思うんですけども、はい、まあ、今回はあの関ヶ原の合戦の時期のですんで、その本能寺がまあ朽ち果てた、はい、の雪の本能寺がステージになります。はい、空振りだ空振り。で、あの仁王の特徴としては、あの右下に構え、はいっていうのあるんですけども、はい、今あの、ね、はい、上段中段下段、はい、あのそれぞれあの段によって特徴がありますので、はい、それを切り替えて自分の得意なものとか敵に合わせて、はい、リアルタイムに切り替えてあの攻撃していくことができます。なるほど、はい、今あの、はい、炎をまとった妖怪を切ったので、あの実際に刀にこう炎が一定時間これまとってます。こうするとより攻撃にプラスアルファでダメージを与えることもできますし、敵が燃えればその間敵がどん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 こうダメージを蓄積していくこともできます。なるほど、はい、そういった敵を倒すとっていうことですね、こういう炎をまとったの、はい、左上にあるゲージは、そうですね、はい、左上の、はい、あの丸いゲージなんですけど、はい、こちらは、あの貯めると、はい、つくも武器といいまして、はい、このウィリアムはですね、まあ、妖怪とか守護霊を見ることができるという特殊能力がありまして、はい、それを一人一つ宿してるんですね、うん、なるほど、でこれをゲージを貯めるとその守護霊を使って、はい、あの一定時間強力な攻撃ができるようになります、はい、なるほど、はい、今ロックオンはい、ましたね、このようになかなかこう、はい、難しい敵は今みたいにこう、はい、弓矢なんかも使って倒すとうまく倒せますね、まあ、だけどここら辺の敵は優しいからね。もうディレクター結構慎重にやってますよね。はい、バレてますね。一言も喋れない、ついここで飲むかと思いながら話すとすぐ死んじゃうんです。で、はい、今いろんなあの途中道中いろいろ拾ったと思うんですけども、はい、そうですよね、はい、あのこのゲームはですね、やっぱりこう、はい、侍の鎧とか防具っていろいろ切り替えたいじゃないですか、そうですね、いろんなものが手に入ります。おそれを実際に装備して今みたいにリアルタイムに見た目も変わって、はい、進めることができます。なるほど、なるほど、この鎧なんかも今までのベータ体験版では入ってない新しい鎧ですね。今回のじゃあその TGS の CU で初めて遊んでいただけるということですね。はい、使います。でこのゲームは普通のアクションゲームと違って左上のゲージの気力というゲージがないと攻撃することができないんですよね。なるほど、はい、なのでそれが、はい、ご覧のように減ってる間に、はい、R1 ボタンを押すと今キランって光りましたけども、はい、その気力の減少を抑えることができるっていう斬新というシステムも入っています。はい、敵も気力があるんだよね。そうですね、で、あの敵をロックオンすると、はい、敵の体力の下にも同じ気力ゲージが見えます。はい、これですね、はい、下の紫です。あ、紫の方です。はい、で敵の方ももちろん気力がありますんで、はい、あのこの気力がないときは敵も攻撃ができない、なのでチャンスタイムとして攻撃しやすい、はい、なるほど、はい、そういったタイミングを狙って攻撃する。そうですね、はい、はい、いいと思います。で今ここ出てきた妖怪、これ新しく今回東京ゲームショー初めてご用意した妖怪ですけども、はいはい、一旦もめん、一旦もめんですか、はい、セクシーですね、あのペラペラな一旦もめんじゃない、はい、じゃないですね、はい、知ってる一旦もめんじゃなかった、すごい妖艶な、はい、肉感がある肉感ありますね。ペラペラじゃないですね、はい、やっぱりあのチーム忍者なんでこう、はい、色気も欲しいって言われたんで、一旦もめんに色気を入れてみました。さすがですね、林さん。おお、無事倒せました。倒せましたね、よかった、やられない。なんだ、安田さん一言。危なかったです。危ない危ない。今あの、はい、この、 あの刀をそうあの使い込んだりするとスキルというものもあの解放することができて、はい、新しい攻撃なんかも、うん、あのいろいろどん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 あの自分で習得することができます。はい、なるほど。で
あ、武器も切り替えましたね。今度槍に、はい、槍に、はい、切り替えました。これやっぱ敵によって、そうですね、槍だとよりこう射程が長いので、はい、あの敵に近づかないでも攻撃することはできますけども、はい、その分ちょっとあの攻撃が広範囲に当たって壁に当たっちゃったりすると、なるほど、それでうってなっちゃったりしてまた危ないよっていうのもあります、はい、なるほど。今、はい、お、あ、これが社と言いまして、はい、ここだといろいろ今まで自分が敵を倒したことで貯めた、はい、アムリタという経験値みたいなもんですね、うん、まあ、これで自分の能力をアップしたり、まあ、拾った武器を例えばこう奉納してそれもこうアイテムアムリタに変えたりっていうことで自分の装備を整える場所です、はい、であと1回ここであのこう詣でると自分がやられちゃった時もここから再開することができる、なるほど、はい、ここでじゃあセーブポイントという、そうですね、セーブポイントでレベルアップもここですることができます、はい、今のやつも自分で好きにあのパラメータ選んで成長させられますんで、はい、自分をどういうブリアムに育てていきたいかっていうのは皆さんの自由に、はい、なるほど、そのあたりもねお楽しみいただけますね、はい、今のところ、これがあの、はい、先ほどの説明した血の刀塚と言いまして、はい、これがあの立っているここにアクセスすると、はい、そこの、まあ、しぐるいとなってその刀に宿った侍が蘇ってきて、はい、プレイヤーに襲いかかってきます、はい、これ森蘭丸ですね、有名な方がこれ、はい、亡くなられてます、ね、これチャレンジします、これ、いや今日はやめておこう、やめる、なんだよさっきからなんか躊躇してるよねなんだよ、森蘭丸強いんで、森蘭丸は強いです、はい、あの非常にいい装備、あの装備品が見れるので、はい、非常にいい装備持ってるキャラクターは、まあ、強いですけど倒すといい装備をもらえるかもしれないっていうところも、まあ、一つのシステムとして入ってます、はい、でも今はとりあえず、はい、そうですね、今日はちょっと、ね、あのもっと見せたいボスがいます、なるほど、はいでこの先に行くと、はい、今何かを拾いましたね、はい、今回は、まあ、はい、アクション RPG ですので、うん、ステージ中にいろんなアイテムが手に入ります、はい、でそのアイテムを使って、まあ、例えば先ほどの刀に火を宿したりとか、はい、体力回復のアイテムを飲んだりとか、まあ、一定時間気力の回復が早くなったりとか、はい、まあ、そういったいろんなアイテムを駆使して先ほどのまあ死にゲー難しい敵にチャレンジしていってもらいたいなと思ってます、はい、なるほど、はい、じゃあここで行きましょうか、さあ先に進みます、今のところ順調に進んでますね、お、誰も来ず退屈していたところに登場しましたが、はい、彼女はまあ雪女というボスキャラクターで、はい、まあ、ここで命を落とした多分その人の怨念がこうやって雪女として、はいはい、妖怪化してしまったボスですね、なるほど、はい、でまあ、この本能寺自体をこうやって氷漬けにしたまあ張本人でも、はい、あります、危ない危ない相当慎重なプレーをしますね。この雪女との戦闘でのこう注意点とかっていうのはあるんですか、ポイントとかっていうのは。あの非常にあの氷の攻撃とかこういう遠隔攻撃をやってきてですね、はい、うん、足場にこういやらしい氷を置いていったりするっていうのを気をつけないと、なるほど、まあ、あの状態異常ってあの左上に入りましたけど、はい、なってしまうとスピードが遅くなったりとか、なるほど、不利な状態になってしまうんで、必殺技を、おっ、つくも武器を、おー出てきた、つくも武器もいろいろ種類がありまして、ね、はい、その属性がありますし、ええ、も今回まあ雪女ですから、はい、まあ、この炎の属性は効きますね、うん、で今あの雪女が炎をまとってますけど、はい、これであのじわじわと痛めつけてるダメージを与えてます、ね、なるほど、はい、
そういった属性っていうのはじゃあやっぱり関係あるんですね。氷には炎がよく効くっていうのは、ね、はい、なので敵に合わせていろいろ装備も切り替えてってもらうと、はい、攻略法が見つかると思います。なるほど、はい、慎重に言ってますけど、なんかだいぶ危ないですね。だいぶちょっと皆さんが冷えてます。危ない危ない下の気力ゲージを破るとですね、はい、あ、やばい、あ、やばい、あ、危ない、やばい回復した方がいいんじゃないのこれ。そうですね本気のアドバイスになりました。あの先ほど言った敵も気力を持ってますんで、はい、その気力を破ると一定時間こう、うん、チャンスタイムで攻撃が何回も入れられることもありますし、はい、そこで逆にこう逆襲されちゃうこともあるんで、あ、なるほど、はい、攻略していきましょう。気力っていうのはじゃあかなり重要なポイントですね。戦闘する上 で、はい、気力を自分の気力もマネジメントもそうですし、うん、敵の気力をどう削るかっていうのも、はいはい、大事ですね。おお、いいじゃない。危ない、またこの足元の氷、危ない、危ない、危ない、行っちゃダメ、危ない、危ない、ああ。Expected you to follow me all the way to these godforsaken islands. About halfway through the game now. At this point, yeah. Okay, cool. So we're kind of giving you a sneak peek look at this stage. Cool. I see various weapons here. Yes, yes. There's a lot of customization going on in this game as well. Being that it's an action RPG, we really wanted to let the fans be able to take advantage of so many different things, not just costuming, but leveling up, and so many other issues. One of the things we also found during our alpha and beta testing was we put in this feature where people could pick and choose their resolution quality, sort of like PC gaming in that sense. And so with Neo, we have a variety of sort of viewing options. Interesting. That seems to be a popular motif in games these days. After the launch of PS4 Pro, I know a lot of games have done that kind of thing. Yeah. So, you know, for PS4 Pro, we're taking full advantage of the 4K Excellent. Resolution. Nice. Smooth 60 FPS at 1080p as well. Fantastic. So gives you those options. So we're getting a lot of action with the bow here. Whoever's playing, man, they're a good shot with that. I was just thinking that. That's a lot of good headshots. I think that's I might be more of a hack and slash type right. player. So we have a variety of range weapons as well. You saw the bow and arrow. Uh-huh. We also have a cannon. Oh, we have a sort of an early form of a musket. It's a matchlock. Oh, cool. Okay. And then a variety of melee weapons as well.
Now, they showed the date of 1600 when we first started the game. Are the weapons, you know, true to that era, or are we going to get a little bit of fantasy about that? It is true to that era. You know, there's the katana, the dual-wielding swords, spears, axes, and that sort of thing as well. But, you know, Team Ninja being Team Ninja, we're also known for our Ninja Gaiden franchise. And so we're bringing back the sickle on chain, which is a... Excellent. Nice. And that's a favorite of a lot of our fans, and that's a really powerful weapon. So, yeah. Yeah, I saw some other crazy weapons. The amulets and the different healing stones. Are these things that you have to acquire through the game? Do you get to start with a certain amount and then have to, you know, pick up more as you go along? Absolutely. You start basically with nothing, and you fight with your bare hands, and that's considered your first set of weapons. And then you work your way up, and you earn your, you know, your degree of weapons and skills. Do you think that you're going to see players trying to do no weapon runs after the game comes out, after people start to get really proficient at it? That's funny that you mentioned that, because when we released the alpha and the beta demo, we saw a lot of guys doing that, and they were capturing it. It was incredible. I mean, we were amazed at the team as well. Oh, it looks like, okay, so I'm seeing this familiarity bar in the menu for the weapon, so I'm guessing as you use a weapon more, you start to become more proficient with it or learn new abilities. How's that work? Yes, there's a lot of new abilities that you learn. There's also one of the aspects is that the ki, which is sort of like stamina in this game, is very important. Mm. So you need to really keep track of that. That's the lower bar underneath. Mm-hmm. And you just can't sort of flail your weapons all throughout this thing because basically you'll lose your ki and you won't be able to pick up your weapon and you're doomed. So there's a lot of management going on in the sense of not only picking the right weapons, but managing your ki, as well as there's a stance positions as well, high, mid, and low. So there's a lot going on, but they're, you know, very famous in Japan. I mean, not only in mythology, but in folklore, and these are very sort of familiar sort of things for them. So not all are evil. There's friendly yokais as well that help you throughout this game and helps you navigate through this journey. But I think that guy's just trying to get to work. Right. He does not look friendly to me. Yeah. He's spitting fire at us. I'm pretty sure that's not. That is definitely not a friendly yokai. Can you tell me about this element that we see on the bottom right corner of the screen? This kind of wheel looks like it has different stances on it. Yes. So that is your stance position. Okay. And you can trigger that by pressing R1. So the high stance obviously is the most aggressive and most offensive stance. Delivers the most powerful blow, but at the same time. It won't give you the defense that you need. So mid stance is truly your more defensive position. I see. And then the low stance would be a more of an evasive position. Do you think that these stances are tailored more to specific parts of the game being friendlier to those stances, or is it just depending on the player what play style they want to employ? It's both. It definitely suits. Different types of players as well. I want to see this guy pull off some trick shots with this bow. Cool. So you said we're about halfway through the game right now at this point in yes. the game. About how long is the experience if you want to kind of point A to point B without too much fussing around? About how long do you think it'll take players to get through? I think it's about 70 hours. What? It changes. I'm not even familiar with all of them myself. There's so many, but... This is one of a variety of things that he's wearing, yes. I see some strategic battling here, circling around the back of the enemy. That is an intense axe that he has. Yeah, he's battling a ninja yoki at this point. そうですね。まだお辞儀から。え、まあそうですよね。で、礼に始まり、礼に終わり。最後忘れちゃいそうです。で、今、 アイテムでボクスを取りました。今みたいに光ってるところにアイテムが落ちてますので、そこをこうやって丸ボタンでアクセスすると、お、ちゃんと動画で。はい。攻撃は四角ボタンと三角ボタン、2種類あります。四角ボタンが速い攻撃、三角ボタンが強い攻撃になって、若干攻撃のスピードが遅いものです。なので、その時に
敵に状況によって使い分けてみてください。わかりました。スキアリーっていう時は強い攻撃に出てますね。そうですね、うん、でロックオン、これが R3 ボタン、右のスティックを押し込むとそこにボタンがありますけど、これを押し込むとご覧の通り敵をロックオンした状態で動くことができます、はいはいはい、なので倒したい敵をロックオンして倒すのが、うんうん、まあ、基本ですね。これだからアルファ版からすごい変わりましたよね、このロックオンして。そうなんですよ、ロックオンの時のカメラがちょっとあの見づらいっていうのがアルファ体験版の時にいろいろ言われてたので、このようにあの斜め上というか上の方から敵との距離なんかも分かりやすいようになっています、うんうん、はい。で今ありましたけど L1 を押すとガードがありますので、はい、ちょっと今攻撃難しいなっていう場合はガードをしてみてください。で構え、これがですねこの2王のオリジナルの非常にあのオリジナリティある要素でして、このリアルタイムに今上段なんですけど、はい、上段中段下段というのを切り替えることができます。で今これ上段なので、上段っていうのはどちらかというと攻撃型の構え、はい、うんうん、なので一個一個の攻撃の攻撃量が非常に高いです。その代わりちょっと攻撃があの遅かったりとか攻撃した後の隙が大きかったりします。で今これ下段に切り替えました、はい、この下段はどちらかというと防御型なので、うんうん、今みたいにこう、あ、そうですね、ダメージ量がダメージ量はちっちゃいんですけど、うん、回避すると回避にあの回避性能が良かったり、あとアクションが攻撃が早いので、うんうん、こう敵より早く攻撃を当てることができます。あと小さい敵とかにも、そうですね、小さい敵下にこう這いつくばっていうような敵なんかにも効果的です。あ、本当だ、全然中段ですら170いくつ、そうなんですよ、うん、でこれをリアルタイムにも切り替えることができるので、敵の例えば構えによってこっちも構えを変えたりっていう、うわー、もうすげーなそれ、そのめちゃめちゃ剣豪の相手を見て、はい、やっぱりこう侍対侍のこう緊張感っていうんですか、はい、居合をこう、はい、距離を見たりとかそういったところをゲームにしていこうということでこのようなシステムが入ってます。なるほど。で次がですね、ちょっとこれもあの特殊な仕様なんですけども、はい、斬新と言いまして、この左上に2つゲージがあって下に気力というゲージがあります、はい、これがないと攻撃とか回避とかいろんなことのアクションができなくなっちゃうんですけど、ハーハーしちゃうんですよね。そうなんです。これをですね振ってるとほら赤くなりますよね、はい、でその後に白くこうゲージが回復していきますけど、うん、あの時に R1 ボタンを押すと気力ゲージが減らないで残ることができるんですよね、うんうん、なのでその先の次の行動に素早く移ることができます。でこれでも敵に囲まれて忙しい時だとこれをやる暇がなかったりっていうことですよね。攻撃した後に敵が攻撃してきちゃうと斬新まで待ってられないんですよね、うんうん、そうですよね。だからやっぱり減っていっちゃうけど、そういう場合はどうしようってなるとガードをするか、もう回避で避けて敵の攻撃をかわしてから気力を回復するかとかっていうその駆け引きのまた遊びになります。なんか無理強いしてこう突撃していかない方がいいゲームでありますよね。その様子見様子見しながら、そう、ね、敵も気力を持ってますので、はい、敵の気力がない時にこう今だチャンスだっていう風に攻撃していくのもありですね。敵も今ロックオンすると下にゲージが紫色出てますけど、これが気力ゲージなんですよ、はい、なのでこの気力がない時に攻撃すると向こうも攻撃が出せないのでチャンスタイムになりますね。すっごい臭そうですねこれこれ妖怪で、妖怪の周りにですね、すごい想像するだってもうブワーって、そう、この容器ってここの間に入ってると気力、自分の気力回復しなくなっちゃうんですね。なるほど。今赤く光って点滅してますけど、はい、なるほど。これをですね斬新、先ほどの R1 ボタンで斬新をするとこれを、あ、しくった家かっていう消滅させる、消すことができるんですよ、はい、なので妖怪の中懐に潜り込んで斬新をするとこれをこのこれは消してすぐ気力が回復できるようにまたなります。バフ、はい、気持ちいいですね。あ、一通り今のがお辞儀で、まあ、ちょっと駆け足でしたけども、あ、行きましょうか。すごいなんかかっこいい。これなんかこれこれまあ結構ステージが進んでるので、装備をちょっとちょっとこれあの大丈夫ですか、かぶっちゃってますけど、あ、まあ、じゃあ後で説明します。はい、トラブルかぶっちゃってんなっつって言っちゃいましたけど、あとでじゃあ先ほど説明した社です、はい、ね、ここであのですね、あのお供えするとオンラインで仲間を呼ぶことができます。お供えをするとなんですね。いやどうしました、なんかあの
大丈夫ですか相当警戒してますね相当に警戒してますねすごいですものすごい大丈夫ですかこれすげえ疲れるやり方ですよこのチキンプレイって言われちゃってますよ拾う拾います拾います結構皆さんお亡くなりになられてますはいはいはいいけた何ですかここにいるの早い早い初めてですか楽屋でちょっとだけやるしだいぶ声小さくなるおおナイスヘッドショット、すごいですよねヘッドショット効きいいですよねそうですね今んとこ FPS みたいになってますね言っちゃいますこの TPS をでもねその要素はあの別に持ち込んじゃいけないっていうことはないんで あそうですそうです、ええ、弓矢とか銃もあるのでそう相当警戒しますね銃もあるですね完全に敵の配置を覚えたしここにいるんですよ待ってくださいよ私たち見つけられてないですからほら敵まだちゃんと目視できてないんですよようやくですよやばいやばい素晴らしい拾う拾うって必ず言ってくれる言わないといやでもあれなんだよなこれやっぱね、はい、実際やるとわかるんですけど気力の回復をね忘れちゃうんですよそうなんですよ相当慣れてこないとねあれを毎回やるっていうのがわかります皆さんあそこにいらっしゃるんですよ早いですよまだだから見つけられてないからみんなこいつバカが大丈夫お前誰を待ってんだよ顔面を打ち抜いてやるからなこれ一発与えとけばあ違うのが出てきたよ満タンのやつ来ましたよはいカウンターおーおあやばいでも大砲が撃たれてあ後ろから危ないやば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 い一旦落ち着いたおあ気力回復も怠らなかった、うん、やばいの撃ってきてますねあんなのあいつめっちゃ危ない。危ない。この道を。今ギリギリでガードしてかっこいいとこ見せようと思ったのに。竹市場みたいな。ちょっと。いや、何も強いやつ出てこなかったですし。あと敵も全部ちっちゃいサイズでしか見えてないですし。皆さん。さすがにみんなもう知ってますよすごい早いですねやっぱり忍者だからそうなんですよここ忍者の発想なんで敵が基本忍者なんでねよっしゃここまたその手すりがないとこがあるのちょっとあやばい弓矢なくなっちゃう弓矢なくなっちゃった矢がなくなっちゃう打ちすぎてこれどうやんだっけな筒大筒の方にしますL1? R1 を押しながら上下で銃に変えられますそうだそうですそうですそっちはまだ弾あります、ね、まだ鉄砲があるから、はい、鉄砲はまだありますね弾鉄砲でもまだちょっとこいつはあいつはもうやっつけないとダメでしょ自分のこのあで今ここあマジかよこいつ俺やばいぞこれやばいあ187え降りてきてたんだ降りてきてますねやっぱり足腰軽いですよね、はい、忍者はこの辺全然追いかけてきます追いかけてきますあ、お、なんかすげえ打ってる音聞こえますよ。そうなんですね。いいですね。しかもその足元に児玉ちゃんいますね今ね。児玉ちゃん、児玉ちゃんいます。あ、本当だ。どこだ。ほら、児玉ちゃん。あ、かわいい。帰り道教え、あっちだよ。これ教えてあげると、ね。教えてあげると消えちゃった。いいことあります。漠然とした情報ですね。いいことがある。いいことあります。どこだこれ。その扉で戻れます裏口に来ちゃったんでしょ扉入ってあ、そうです、そういうことかあの落ちた拍子に血が起きちゃったそうですあだから逆に一回落ちた方が良かったんですね小玉そうですね、ポジティブに考えればポジティブ言い訳すればまだいますね一人ね敵がだいぶあそこはもう倒しましたねさっき一回目倒したので
いや面白いですね。いや緊張感がすごいですね。緊張感漂いますね。見てるこっちも。弓をね取ったんですよ。あ、だからやっぱこいつはね弓で倒しますわ。こだわりが見づらい。ここなんですよ。頭打ち抜いてやるぜ。いいですね。そしたらちょっとのからですね。でここのオレンジの刀塚拾っといた方がいいです。まあ、先に倒していいと思いますけど。指示が割れてますね。今のですねオレンジの刀塚はさっきあのやられたところなんですね。はい、でこれに触れるとさっき落とした時に貯めたアムリタっていう経験値が戻ってくるんです。なるほど。あと実際に刀についてた守護霊も戻ってきます。よかった、はい、おかえり。お宝なんかありますよ。よし拾う拾う拾う。拾っちゃいけないものはないですもんね基本ね。そうですね、だいたい全部いいものなので。あ、来ました。あ、さっきのこの子ちゃん増えてる。教えてあげた子が増えてますね。社に戻ってこれました。よかった小玉ちゃん、かわいい。これであのやられちゃってもこっからまた再開できます。ね、おとりあえず良かったですね。武器とか変えます？装備変えた方がいいですかこれ？なんか結構拾なんか変わってます。一番上のやつで、あでも強いやつ拾ってます。ね、一番上のやつがいい。330の。トモゾ？トモナリ？トモナリ。弓の。あ弓もすごい強いの出てる。これですね。はい。銃は一緒。銃は今一番いいやつ。それ見ちゃダメですあんまり頭の方は見せないで大丈夫ですから一つだけ紫色ですけど。そうです強いやつかぶってますあそのメニューを閉じた方がいいですね一回。そうです、はいはい、あちゃちゃちゃってなっちゃいますもんね。危ねえ俺弓もうないのにあれしてた。よしついに屋敷の中入ってきましたね。あ怖い。あなんかいる。狭いですね。ずっとガードしない。なんかあそこ怪しいですね。なんか白いモヤモヤなんかねちょっとあのマガマガしい何か感じるんですけど。赤いのが。赤いやつはオンライン上の他のプレイヤーのお墓なので。世界初プレイなのに。ちょっと俺マガマガしい何か感じるんですけど。うわあ！ああ妖怪ですねこれ。これ一本ああ狭いな。狭いから大変。あ！おお斬新ですよ斬新。だー危ない。ここ回復しないです。回復しない。もうちょっと下がらないと回復しない。下がった方がいいですね。よし飲んで。おお体力回復しました。斬新した方がいいんじゃないですかそこら辺でぴゃぴゃって打ちます。迷わず。あとちょっとですね。なんかすごいの来た。やばい。あ、一回一回一回逃げ。一回距離を取った方が危ない。飲んで。飲んで飲んで。あ、美味しい。そんなパワーいないと思いますよ。ずっとガードしてる。ガードしてると気力の回復が遅くなっちゃうんですよね。今度。おお、どうした。危ねえ。よかった。危なすぎる。危なすぎる。あと結構いろいろ落ちてますね。今強敵でしたからね。ガード移動がもう本当に致命的。ゴガって飲みましたけど。ガードしてるとこう気力がゆっくり。そうなんですよ。ガードしてると気力がゆっくりしか回復しないんですよね。なるほど。なのでガード。ガードは本当にこう瞬間的に。そうですね、ずっとしてると。これ怖いな。ちょっとお化け屋敷的な。いや絶対こうなんですよね。絶対こういうことして。これ誰ですか仕掛けてるやつ。ここのディレクターです。いやいやいや、安田さん。そうですね、性格の悪い。手裏剣投げてくるじゃないですか。忍者ですからね。やっぱ宝箱ありましたからね。やっぱそういうのにね、欲って良くないですよね。ああ顔がだいぶドキドキしてきました。顔がドキドキして、もう家みたいな。
家にみんなが来てる感じですよ人多いですけどあれあれあれすごいもう一発で来ましたけど下にね模様があるんですよ下に引きずった跡があるんですよ、すごいよく、よく気づきましたそうですねそう忍者屋敷ですからねここそうなんですそれをあそっかそうですよねこういうとこありますもんねそうなんです今ありましたけどね引きずった跡ありました、ね、あ本当だ ありますね、はい、あすごい嫌な予感しかしないな大丈夫ですかこれ進んでってうわあここにもあるえ行き止まりこっちから来たからあれこっちから来たかここかやっぱ引きずった後をね探した方がいいですこのゲームねあバカがいる言い方ありますよバカが言い方ありますよ見えづらいし今撮ったその例のバカみたいなの全然見えづらいですよ気づかれないようにすっごい壁際にいますバカがギリギリのラインギリギリのラインお前は何のためそこに来たすごいこのゲームこういうゲームですかまあでもやっぱ死にゲーなんでねいろんな、ねはい、こんな戦い方もありですなんか出口はどこだここから出してくれちょっと待ってあ忍者おなんか鎌鎖鎌ですねかっこいい武器や欲しいなあ鎖鎌ちょっと射程が長いですからねこれおお全然難なくあなんかあ拾ったのかなあとあそこにあのお亡くなりになられてた人の俺の頼りのピストルがあとライフルがあと何発あるんだライフルライフルあそこ引きずった跡あるけどこれ戻っちゃうのかあ戻っちゃいます戻っちゃいますはい左右左右確認早い早いもう確認おなんか危ない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 すごいそれ何それあー来てますよ逆にすごい狭いところで戦うことになっちゃう、入ってこれたんですね、この人も驚かせようと思ったんですけどね、まさか入っちゃいましたねおお素晴らしい宝箱ありますね、ねありますね それを開けてる時に来たんですよ、この人はい、おいっぱ い, 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 ぱいお紫色だいっぱい手に入れました、ちょっと視聴者の皆さんすみません、装備を買いますちゃんとやりたいんです私こういうそうガチのあれ あどっちかはい、はい、パワーアップさせますはいいいですよヘルメットも全部変えてみてくださいカブトも、はい、ちょっと外し意識変えてみます意識変えましょうか全部意識入りましたからね何番装備意識じゃ今ちょうどコテがコテがコテは1個下ですね頭も全部何番にしてみますか、はい、全部何番で統一してみますかお、かっこいい。ですね、これ信長風の。そうですね、このマントが。南蛮鎧です、ね。かっこいい。南蛮鎧。あ、またメニュー閉じた方が。はい、そうですね。あ、これはん。そうなんですよ、一方通行になってるんで。あ、はい、じゃあここ。やっぱ床のね引きずりを。なんかまたいい音が。お、すごいまたいいのが。なんかちょっとすみません見づらくてね私の立ち位置が悪いなんか二刀流ってなりましたけどねはいセーブポイント、はい、来ましたね一安心ですね拝みましょうよし来たよこれ今レベルが上げられるんだけど来ましたよ上げないですね レベル上げますレベル上げられるんですかちょっと上げる今上げられますね1回能力開花そうですね能力開花ってやつ選んでいただくとなんかパラメータいろいろあるんで、まあ、お好きなものを右左でそうですねでまあ自分の体力ですね2つだけ上げられるのでどれか好きなやつを、はい、どうしよう心って心ってやつ上げると多分今装備してる刀の攻撃力が上がります、ね、コメント力みたいなのないですかコメント力みんな欲しいやつ
でおすすめなのでいきましょうか。気力に関する値は結構欲しいんじゃないですか。じゃあさっき疲れちゃうとか、それどれですか。心2番目の、はい、心で2個入れ上げちゃおうかな。じゃあ目に見えてわかる、うん、今右側に出てますけど、はい、刀の攻撃力がプラス6になるので、お、はい、体力もプラス20で、気力プラス4ですよ。ちょっとこれでいいですか。じゃあいきましょうか。確定、はい、開花させた。お、なるほど。こうやって経験値貯めたらやっといた方がいいですね。そうですね。お、なんかいかにもな、いかにもな感じですね。ここ、あー、これはやばいでしょ。そうですね。おお、あ、ここ見せちゃっていいんですか。大丈夫です。うわー、やばい。うわー、音悪いな。うわ、こんなのさ、絶望。絶望だよ。ガマ忍者。こんなのに勝てる。これちょっとフィギュア欲しいですね、私。うおー、500回結構背中ドーンきましたね。回しつけてる。おー、リーチ長え。そうですね、すごい長い槍持ってるのと、カエルならではの跳躍力を持った。あー、ややこしい。でも向こうはほらちょっとタバコとか吸ってますから。すごい距離取ってますね。アウトボクサーだもん。危ない。やばい。これはやばいんだよ。一回飲みます。あ、よかった。ロックオンしてきます。ロックオンしとかないと。そうですね、かけられないですね。そうですね。とにかく距離を取りますね。全然効いてない感じですね。まだ弾がありますから大丈夫ですよ。顎食いレベル。あー、一回、うー、痛い。やばい、気力がねー。危ない、危ない。気力がない。気力がない。体力を回復して。危ない。これめっちゃリーチ長いんで、突きは気をつけないと。危ない。うまい。いや、もう今避けましたもんね、見てて。やっぱあの気力回復ボタンを押してると食らっちゃうな。そこどっちを選ぶかっていうところもあれですね。めっちゃ近い方がいいんじゃないかって。あの、逆に近い方がいいんじゃないかっていうコメントもありますよ。やばい、ガードしながら。大丈夫ですか、これ何もできてない状態です。今弾投げたぐらいにしかなってない。あー、危ない、危ないよ。危ない。それは必ず避けますね。危ない。お、徐々に回復アイテムがなくなってきましたね。あと1個しかない。危ない。お、攻めに。あ、でも気力が、やばい、気力が。あー、あれ嫌ですよね。臭いですよ。あー、でもすごい、すごい、隙をついてる。あ、いける、いける。お、チャンス、打って打って。あ、なんか入ってる。あ、やばい。あ、忍術使い始めましたね、大釜が。危ない。お、うまい。あ、体力回復アイテム使い切りましたね。でも、あといい勝負ですね。楽しくなってきたのって言ってますよ。あ、うまい。あ、記録が。危ない、危ない、危ない。あ、でもあとちょっとですね。いける、いける、いけるかな。もう投げ物とかめっちゃします。そうですね。投げ物。危ない、危ない。ごめんなさい、投げ物とか言って。もうちょい、もうちょい。あああ、いける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 、投げ物。あとちょっとですよ。もう5度の戦いですよ。下ボタンでも投げれます。あ、もう一個投げられますよ。下で投げられますよ。危ない、燃えてる。しゅしゅ、あ、
って。君の心あらば、そのおまし所へとお連れしたまえ。すまねえな、俺だって命が欲しいんだ。はしごを下ろしてくれ。まさか自分だけ助かろうと